大杉さざなみ。大杉さざなみ。大杉蓮、1951年、昭和26年9月27日から2018年、平成30年2月21日は、日本の俳優、タレント。本名は、大杉隆。徳島県小松島市出身。明治大学中退。身長178センチメートル。体重72キログラム。血液型は B 型。 雑魚所属。長男は写真家の大杉春大ら。異名は三百の顔を持つ男。1951年9月27日、徳島県小松島市にて教育所の家庭で育つ。四人兄弟の末っ子。母は京都の銀閣寺の傍らにあった下宿屋の娘で、父より三歳年上の姉さん女房だった。父は京都大学に在学中に、 その下宿屋で生活しており、その際に仲良くなり結ばれた。父は38歳で、小松島市立小松島中学校の校長に抜擢され、徳島県立小松島西高等学校、徳島県立富岡東高等学校、徳島県立上等高等学校の校長を歴任した。父が小松島中学校の校長をしていた縁で、 小松島中学校が2016年に創立70周年を迎えた際には記念講演を行ったこともある。12歳の時に、父が徳島県立富岡東高校に転任し、同じ敷地の作動部と女子寄宿舎の間にあった校長官舎に引っ越す。4年間そこで暮らした。従って、小学校5年生までは小松島市立千代小学校に在籍し、 小学6年生は富岡小学校、中学生時代は富岡中学校に在籍していたことになる。16歳の時に父が徳島県立上等高校に転任が決まり、一家で上等高校の感謝に引っ越す。そして自身も徳島県立上北高等学校へ進学し、卒業する。1970年代に人気を呼んでいた荷川幸雄。 寺山修司、東十ローラの演劇に通い、1973年、雑誌、新劇に掲載されていた、大田翔吾の記事に感銘を受け、大田の劇団員募集広告に応募し、研修生として採用される。応募するにあたり、明治大学は中退した。同年6月、22歳で、別役実る作品、門の、翔婦を買いに来る客営役で、舞台デビューを果たした。 1974年、23歳の時に、大田正吾創設の典型劇場に入る。セリフなしに静かに舞台を歩んで演じる、沈黙劇を原点として、舞台俳優としての本格的な活動をはじめ、典型劇場での活動に打ち込む。同劇場の演目、小町風殿は、岸田儀局賞を受賞している。1980年に新東宝映画のピンク映画、 金幕池に絵で映画俳優としてデビュー。日活ロマンポルノや新東宝映画などのピンク映画に積極的に出演するようになった。1983年、滝田洋二郎監督の連続傍観では演技力が評価され、同年のズームアップ映画祭、ピンクリボン賞主演男優賞を受賞した。また、翌1984年、 須尾正幸監督のオズ映画リスペクト作品、変態家族兄貴の嫁さんでは、当時33歳の大杉が60歳以上の老人役を演じ、静けさの中にも狂気を叩いた演技や風香との独特の愛などが評価された。その後も多数のピンク映画に出演したが、1988年の片岡修二監督の地下鉄連続レイプ愛人狩りを最後に、 ピンク映画への出演を控え、典型劇場における活動に専念した。しかし、典型劇場は1988年に解散。大杉は37歳で、活動基盤を失ったが、宮沢秋夫作品や大田昭吾作品への出演、岩松良作品における、竹中直人とのコラボレーションなど、演劇界で活動を続けた。1989年以降、 再び映画界への進出を望んだが、希望する役を認めることはできず、V シネマなどに多数出演して、収入を確保する生活が続いた。40歳代に入り、主事のステップアップを図る一環として、北野武史監督による、チネち九、ね、1993年のオーディションを受け、遅刻したにもかかわらず合格。とはいえ当初与えられたのは単なる役座事務所の電話番という、 台本にセリフのない派役だったが、たけしの全部はドリブでやってという指示に対し、大杉が演じた闇金の取り立ての演技に、たけしが、うめえな、この人と関心、脚本を書き換えて役を大きくしたところ、最後までうまくやっちゃったという。この作品での演技が転機となり、映画界において演技派の一人として知名度を得ていく。サブ監督の 弾丸ランナー出演の翌1997年には同監督のポストマンブルースで大阪映画放置映画賞を受賞。1998年から1999年にかけては北野武監督の花火や大谷健太郎監督のアベックモンマリ、蔡陽一監督の犬、走るドッグレースなどにおいて実力を発揮し、1999年度の国内、 各映画賞の助演団優勝を多数受賞して、映画以外にもテレビドラマへの主役、主要キャストとしての出演が増加すると、その名は広く、一般に認知されるようになった。その後は、偉人群像から、社会の底辺に生きる、人物、公安刑事から、体制破壊主義者、堅実なサラリーマンから、ホームレス、学校長からヤクザ、高人物から、偏狂な人物、 誠実な父親、夫から大敗的な不良中年、精神異常を思わせるサイコ色の強い、異常人格から変態、エロ系の人物まで、様々な役柄を演じ、300の顔を持つ男、カメレオンなどの異名を得る。以後は、高橋万名、中村源治、須尾正幸、滝田洋二郎、黒沢清伊豆筒和幸。 広木隆一等のピンク映画系出身の初監督から北野武サブ、鈴木敏之、磯村一郎、小松隆三池隆史、落合正幸など日本映画界の多くの監督作品に出演した。若い映画制作者への協力もしていた。当時は新潟の一高校生に過ぎなかった玉木玄太監督による企画提案を受けアマチュア自主制作短編映画、 黒いカナリアの主役として少ない報酬で出演しり、早稲田大学と慶応義塾大学の学生が中心となった自主制作映画、モゲラワグラへも出演。映画から NHK 大河ドラマ、NHK 連続テレビ小説、2時間ドラマ、V シネマ、インディーズ、ドキュメンタリーのナレーション、バラエティ番組をはじめ、アジア圏の外国映画や内外合作映画にまで、 各ジャンルに出演。その本数も多く、バイプレイヤーの代表格として、極めて精力的な活動を行っていた。2013年4月13日より、BS 富士にて、地震初の冠番組となる、旅番組、大杉さざ波のさざ波ぽっか、放送開始。第1回は、大杉の地元である、徳島県を散策した回を放送。 以後2018年に急生するまで約5年60回地上波で放送されたスペシャル版1回を含むにわたって放送された。2017年1月2日に日本テレビ系で放送された新春グルナイ、5地新メンバー超おもの2名発表 SP にて人気コーナーグルメチキンレースゴチになります。18にレギュラー出演することが発され、 地上派バラエティ番組における初レギュラーが決定した。2017年8月24日放送会では、自身初のピタリ賞100万円を獲得し、同年9月7日、放送分でもピタリ賞で1位。ゴち史上初の2週連続ピタリ賞獲得の異業を成し遂げた。ゴちメンバーに同時加入した渡辺直美からは、連連と呼ばれた。2018年2月20日深夜、 主演ドラマ、バイプレイヤーズもしも名脇役が、テレ東朝ドラで、無人島生活したらロケのため滞在していた千葉県、富津市内のホテルで腹板を起こし、番組関係者に付き添われて、タクシーで救急病院へ搬送される。到着時にはすでに渋滞となっており、総合病院への搬送も検討されたが、治療が間に合わないという病院側の判断で、集中治療を継ぎ、 その後、容態が悪化し、同年2月21日午前3時53分、永明。死因は、急性心不全。病院に駆けつけた、家族、ドラマ関係者、事務所関係者らに見守られながらの死であった。66歳だった。この日、20日は、終日撮影や取材を行ったが体調に変化などは、なく順調に進行し、終了後は共演者らで共に食事をとっていた。 葬儀、告別式は、大杉本人の生前の意思により、家族、近親者のみで取り行われ、4月14日に、お別れの会、さらば、ゴンタクレが開かれた、詳細は後日。会名は、ルビー・アール・ビー、ユーツキーン、サザナミ総急行進時、RB ・ルピア、ルピア・ルピア、R、t ル・ティ・ユーゲツ・インデン総級行進時、RT ・ルピア、ルピア、ルビー、 4月14日には、お別れの会、さらば、ゴンタクレーが、東京都青山葬儀所にて開かれ、約1700人が参列した。最後を見取った、バイプレイヤーズ共演の4人も揃って3列、田口智郎が代表して、長辞を読み、大杉と5人で過ごした時間を振り返った。田口の彫辞の一部は次の通り、僕の生きる道、関西テレビ制作ドラマや、嘘の戦争、 道などで共演歴がある、草薙剛も、長寿でと声を震わせ別れを惜しんだ。長男、早草平も、いかに現場に立っていたか、改めて感じました。父としてというより、人として本当に尊敬していました。失ってみて、あの人のことをどれだけ好きか痛感しました。など語ったほか、所属事務所、雑魚の社長を務める妻、ひろみも、そちらでも元気にやっていて、 またね。と送りたいと思っています。とコメントした。また、祭壇には、レンの名前が入った徳島ボルティスの背番号10、ユニフォームがメンバーズカード付きで飾られたほか、ファンブースには、ゴチで着用した制服が、トップ通お及びピタリの回数分のバッジ付きで展示された。大杉の死後、持ち役等を引き継いだものは以下の通り、 1984年、1998年、1999年、2010年、2018年。留置州の著書、あるがままに、1992年、世界文化者に感銘を受けたことから、好きな言葉、ザウの名は、あるがままにと、見る前に飛べ。芸名、サザナミの由来は、吉祥寺フォークの獣人、高田渡るの長男で、スティールギター奏者である、 高田さじゃなみの中から拝借したものである。役柄の数だけメガネはあるというほどメガネに関しては、こだわりがあり、自宅に200本以上所有していた。ペットが大好きで、公式ブログのタイトルもスコティッシュホールドのトラコとチワワの風から撮られている。なお、猫のトラコは2008年のシュエミ映画、猫なでで共演した猫である。散策を好み。 ロードバイクで一人下北沢、新宿、渋谷駅ママに出かけたほか、18歳で上京後に最初に馴染んだ街であるという吉祥寺にはたびたび訪れていたという。音楽とスポーツが主な趣味で、音楽ではフォーク、スポーツではサッカーをこよなく愛する。また、50歳代に映画、ライフ・オン・ザ・ロングボードで定年退職後サーフィンを始めた男を演ずることに、 なり、役作りとして、種ヶ島まで、サーフィンの猛特訓を行った経験から、サーフィンも、趣味の一つとなった。その他、音楽鑑賞、器楽、ギター及びブルースハープ、テニスなど、主演、主要キャスト、無印、一般映画、V、V シネマ、P、ポルノ映画、は朝日放送制作、は朝日放送制作、楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。